周行十首より、削減終了天章の7年6月30日は、戦国時代の臨済州の前奏、外交官。号は、削減の他県債、遺債、陸も子,子など。分岐元年、室町幕府官僚細川氏の家老、井上宗信の三男として丹波に生まれる。英章6年12月24日に、京都北山の六音寺の心を人としの元仏門に入る。 同8年に起きた船岡山合戦で、六音寺から焼け出され、死と共に丹波に逃れる。英章15年、18歳に至って天竜寺にて、帝発、愚足会を受け、意味なを終了とする。古参文学の影響した人しやすから、漢石、四分の手ほどきを受け、漢文力を磨く。大英二年に、死の答案が入弱。 天竜寺の途中妙寺院の住職となる。天文六年数王国の戦国大名大内、吉高の主催により、民に看護貿易船を派遣を計画した際に、福祉に任命される。寧派の乱以降、日民貿易の主体は大内市に移っていたが、形式上は室町幕府の正式な施設であった。実際には、 翌々年の4月19日に三隻に分譲した460名の船団を引きい、五島列島を出版する。同5月2日、雲州府に到着。しばらく同地に滞在し、翌年3月2日、北京に入場。調工任務を果たす。5月28日に、北京を離れて、ネーハイ向かい、風待ちの後、帰国したのは、同10年6月26日であった。 天文十六年には二度目の都民を命じられ、今度は、生死として四隻六百三十名余りを引き五月二十日に、同じく五島のナル島から出発、途中海賊に襲撃され、死者八十九人を出すも、六月一日に入民。ただし、当時の民側では日本を十年一継次の国としていたため入国を拒否された。翌年月日に至ってようやく、 ネえ上陸を許され、4月18日北京入り、再び聖師として、長江任務を果たし、同19年6月9日、大内氏の本拠山口へ3年ぶりに帰着した。翌年、東高房の下国城により、大内義隆が自害、事実上大内氏が滅亡したため、これが最後の県民戦となった。二度にわたる県民戦往来の詳細を削減入民期として、 国名に記録しており、末期の日民貿易を知る上での貴重な資料となっている。工事2年には、駿河へ下校、11月17日には、今川吉本主催の司会に参加し、同地に滞在中の山上にしみえ、山品時津村と同席している。同年から翌年にかけて、武田信玄に招かれて、会に赴き、エリンジ住職となって滞在。 大木町天皇からの信頼も厚く、直命により、真瀬道造の著、景敵集の序文を寄せている。この他にも、織田信長をはじめ、五三の赤学として、多くの区下、武士らと交流したが、自身はあまり世に出るのを望まず、住職として、妙地院で陰性し、天竜寺の五字に勤めた。また、四分に優れ、県斎衆衆、情勢連区、関山と連区など、 古参文学史に多くの作品を残している。天章7年6月末日に入学。去年79。ありがとうございます。